これ手羽先餃子って言うんですよ。この手羽先の中に餃子の具が入ってます。さてどんなものでしょうか。もちろん焼きグルメ、いい感じで焼きます。それでは焼きたいと思います。ほら、いい音聞こえますか。ジャリジャリ、ジャリジャリ。ほら、奥見えますでしょうか。手羽先の中が見えますでしょうか。この中に餃子の具がたくさん入ってますよ。手羽先餃子。ではひっくり返してみたいと思います。ではひっくり返しますよ。ほら、この焼け目を見てください。これが網焼きで焼いた手羽先餃子の焼き方なんです。ほら、すごいでしょ、いいでしょ、美味しそうでしょ。はい、裏返しました。まだ片身を焼きます。いい香りがプンプンしてます。手羽先餃子、今日は焼きグルメで焼いてます。もちろんいい感じでも七輪くんでも上手に美味しく焼けますよ。はい、ご覧ください。ほら、裏の方もこういう感じで焼けました。はい、裏も表も、はい、きつね色に美味しそうに焼けてますね。ほら、中見えますでしょうか。これが手羽先餃子です。中が餃子の具が入ってます。こうして揚げるのもいいですけど、しっかり網焼きにすると油が落ちるからヘルシーなんですよ。美味しいんですよ。はい、今日は手羽先餃子を焼きました。ご家庭でもどうぞ、もちろん普通の手羽先も焼けますよ。